カナディアン航空機爆破事件とは、1949年9月9日にカナダ・ケベック州で発生した生命保険金目的で旅客機を爆破した航空テロ事件である。別名をケベック航空機爆破事件もしくはアルベール街事件とも言う。犯人3名は主犯の妻を含む23名の生命を奪い死刑に処された。1949年9月9日。 カナダ太平洋航空の DC-3 は、モントリオールからベーコモーに向かう便として、運航中であった。経由地であるケベックを現地時間午前10時25分に、離陸したが、およそ20分後に、セントヨアヒム近郊のセントローレンス川上空で、機体全部の荷物置き場が爆発し、操縦乗員が死亡もしくは意識喪失したために、操縦不能になり急降下した。 最終的に、ソウルオコーションという村近郊の森に墜落した。墜落現場で新たな火災は発生しなかったが、この墜落により、乗員4名、乗客19名の全員が犠牲となった。犯人には川底に証拠を沈めたいという魂胆があったが、被害にあった便は、フライトプランよりも5分遅れで運行していたため、川ではなく森に墜落した。なお、 この事件に言及した翻訳本の中には、事故機の所属会社をケベック航空とした表記もあるが、これは当時ケベックにおいてカナダ太平洋航空が使用していた名称である。事件が起きた1949年5月には、フィリピンでも次元爆弾によって DC-3 が爆破される事件があったが、このカナダの事件も同様のものであった。捜査当局は、 貨物の記録から、アルフレッド・ブルフという実在しない人物へ当てた、重さ1 2ラムの不審な荷物を発見し、そこから荷物を発送したマルグリート・ピトレという中年女性を割り出した。彼女の身辺を洗った警察は、妻のリタが乗客の一人として事故機に登場していた、ケベック市在住の宝石商、ジョゼフ・アルベール街に行き着き、 慎重に捜査を行った結果、事件の主犯と断定し、ガイを逮捕した。また共犯としてマルグリートと爆弾を製造した、彼女の弟で、時計職人のジェネーロ・ルエスも逮捕された。アルベールガイは、妻がありながら、マリービターユという愛人と三角関係になっていたが、カトリック教徒であり、当時は離婚は、ほぼ不可能であった。 そのため三角関係の解消と妻にかけた生命保険金1万カナダドルを目的に旅客機爆破を計画し知人であるマルグリートとゼネエロの指定を引き込んだ爆弾は目覚まし時計とダイナマイトと乾電池で構成されていた外に命令されて爆弾を仕掛けたマルグリートは次元爆弾ではなく木造だと聞かされていたと裁判で主張したが認められることはなかった また彼女は事件後自殺を図ったが未遂に終わっている。アルベールガイは事件の2週間後に逮捕され、裁判で死刑が宣告され、1951年1月12日に処刑された。彼は最後の一言としてフランス語で、私はちょっとした有名人として死ねると言い残したと言われる。なお、共犯であった二人のうちの一人。 マルグリート・ピトレは1953年1月9日に処刑されたが、彼女はカナダで刑事処分で処刑された13番目かつ最後の女性であった。また、もう片方の共犯者であったリュエスは1952年7月25日に処刑された。結核によって骨が侵され歩行困難であったため、車椅子で高主台に連れて行かれたという。 ありがとうございます。